はい、こんにちは、海坊主です。今回のアセットコルサコンペティゾーネミサのタイムアタック第9回目、使用する車がね、アストンマーチンの V8 バンテージ GT3 です。こちらはね、タイムアタック企画を始めた当初はね、結構な成績を上げてたんですけど、最近はね、なんかそこまでね、成績が出なくなったなって感じがあります。まあ、このタイムアタック企画をやりだしてね、いろいろ多分運転スタイルがコロコロ変わってるんでしょうね。で、今のところ多分ぴったり合致してるのがコンチネンタル GT3。 当初はね、RCF が調子良かったんですけど、最近その RCF も不調で、序盤良かったね、このバンテージ V8 も不調、最近は。まあね、でもこの車ね、意外と本当に認識が変わった車の1台ですね、この企画を始めてから。全く使ってこなかった車なんですけど、まあ企画を始めてからはお気に入りになったかなってところです。はい、まあ前置きにしててもね、しょうがないんで、さっさと行っちゃいましょう。本日もよろしくお願いします。アストンマーチン V8 バンテージ GT3、 タイムの方が1分36秒846で4番手ですね。なんかほんとね、ゾルダー以降接戦になってますよね。コンチネンタルがちょっとポンって抜けてるけど、ほんとゾルダー以降はなんか接戦って感じになってます。じゃあこの車はどうだったのって言ったら、まあここら辺ですよね。無理やり踏んでってて、とりあえずね、ハンドルで無理やりねじ伏せてる乗り方です。理由は簡単です。タイムが出なかったんです、おとなしく乗ってて。でちょっとじゃあアグレッシブに行ってみようって言ってみたら、このタイムが出た。でも結局ダメだってことですよね。まあだって結局修正打が入ってる時点でね、ロスでしかないのでそう、そんな状況で修正打を入れずにね、走れたらもっと速いんじゃないのかってところだと思います。で打ったってね、まあコンマ1、2ですよ本当に。違いがどこら辺違うのって言われても、っていう、もうそういうレベルです。だから逆にね、自分もびっくりなんですよ。車のね、個性がそれぞれ強いのに、ここまで近いタイムがね、それぞれ出てくるんですから、それがそれで本当、俺の中でもびっくりです本当にここまで接戦になるって誰が思ったよって話ですよ。NSX とあのポルシェの差なんて1000分の3秒ですよ。1000分の3秒、ほんと人間が知覚できる値じゃねえっていう話ですよね。はい、ってことで今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。